真ん中の彼は多分一番こう天才派な感じで、まあ、そうね、猫みたい。4番の方テント系だからさ、うるえキュシュー、どんなもんじゃ。でもちょっと俺まだコーヒーかなと思って。2番かな、これもコーヒーじゃない。いやもうボートコーヒー。11番でかいね。キャプテンかな。キャプテン人気じゃない。そう、彼が一番人気高いと思うんで、女子人気。俺はこの中だったら真ん中だと思う。俺真ん中だと思った。弟っぽくて可愛いみたいな。なんかムカつくこと言いそう。やっぱり取れないんだとか言いそう。6番の子はなんかちょっと抜けてるけど天才肌っぽい感じがするな。ちょっと猫背のやつ、大体天才やね。11番モテそうやな。彼こそさ、敵のチーム、そっと悪口とか言ってさ、コントロールしそうじゃないか。そう、網越しにめっちゃ喋ると思ったら、1個だけアホ毛みたいになっちゃう。あれ、チャームポイントなんですよ。そうなんかな。ピッて押さえるけど、ピヨンってなる描写がありそう。ベストジーニスとかなと。3番の彼、印象するな。この子人気そうだな。イケメンなんやけど、一番怪我しそうな真ん中の金髪やと思う。そうだね。ちょっと試合に勝ったけど、怪我しちゃう。で、頭の上からタオルかけて涙を見せないみたいなね。一人だけ足を引きずって体育館から出ていきそう。一番あたりが気づく。お前その足みたいな。あ、ありそう、ありそう。12番の子はめちゃくちゃ真面目だぞ。いじったら本気できるぞ。本気できるぞ。めちゃくちゃ声がそう。